1ヶ月暮らすと実際お金はいくらかかるのかってことで計算したら6万3000円でした。こんにちは、ネオコートユミンです。タイで隠れて生きてます。1ヶ月6万3000円だったんですね、使ったお金が。で、内訳は家賃がだいたい3万円と、で、生活費もだいたい3万円弱かな、水道光熱費が2000円で、Wi-Fi が2000円で、まあ、大体6万3000円で、1バーツを 3.6 円で計算してます。3万円は食費とかちょっとしたものを買ったりとか、洗剤とか石鹸とかですね、そういうの入れて3万円。ご飯は1日3回大体食べてます。たまに2回です、朝寝坊したら。で、大体1日1回ぐらい外食してます。なんで月30回ぐらい外食して、喫茶店でコーヒーとかも月10回で、ちなみにタバコと酒は僕は一切飲んでません。この計算をした月は外泊っていうのを2泊ホテルに泊まってるのと、友達とかとご飯を食べた時に、ああちょっと今回は僕が出しますよみたいなので、まあそこでちょっとお酒代とか入ってるかもしれないけど、まあそういうのも1、2回あったくらいでも3万円で収まってるので、まあ非常に安いんじゃないかなと。6万3000円なんて言ったら、日本で言ったら家賃で終わると思うので、特に東京とかね、タイで暮らすっていうのは、まあ一人で暮らす分には安上がりかなと思います。一人暮らししてる人とか、まあ若い人ですね、まだ結婚してない20代30代ぐらいの人は、まあ一回ね、東南アジアにちょっと来てみるっていうのもいいかなと思います。90日間だったら観光ビザっていうだけでも暮らせますし、まあノービザでも1ヶ月いられるので、まあ、それでちょっとタイの暮らしっていうのを体験してみるっていうのもありかもしれないですね。はい、今回はタイの生活費っていうことで6万3000円かかりました。タイの動画っていうことで、これからもちょっと作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。感想とかコメントとか、タイのことで聞きたいこととかあったら、ぜひともコメントでいただけると嬉しいです。マシュマロも歓迎です。最後まで視聴いただきましてありがとうございます。ごきげんようさよなら。